ほんと、完璧な朝ごはんね。あ、この前出してくれたスキッピーのピーナッツペーストだ。私、これが一番好き。おいしいのよね、粗挽きのナッツが入ってて。それじゃあ、いただきましょうか。ねえ、車買わない？車。車よ、車。この街って結構広いじゃない？だから車があった方が便利でしょ？行ってみただけ。ただ、車があったらすごく便利だろうなって急に思ったの。スーパーでもどこでも駐車場が必ずあるし、道も綺麗だし。車があったら行動範囲がもっともっと広がるでしょ。車が欲しいな。私？持ってる。去年取ったの。それに車も持ってる。父親に買ってもらっちゃった。そうなのよね。慌てて電車に乗っちゃったからそこまで気がつかなかったの。それは大変だから嫌よ。東京に戻るのが一苦労だし、お盆の時期に車で移動なんて絶対したくないもん。高速道路なんてすっごく混むんだから。ああ、仕方ない。車に頼らず自分の足で歩くしかないわね。ごちそうさま。おいしかった。それじゃ、遊びに行ってきます。サンファンです。あ、どうしたの？ありがとう。プレゼントなんかより誕生日を覚えていてくれたってことがすごく嬉しいよ。うん、楽しみに待ってる。あ、お客さんが来ちゃった。ごめんね、また電話する。それじゃあ本当にありがとう。おい、上がるぞ。ゆかさんは？なんだ、そっか。せっかく可愛いインテリアが店に入ったって教えに来たのにな。この前ゆかさんがラグを買ってくれたんだよ。で、そのメーカーが同系色のデスクライトやゴミ箱だろ、それに布団カバーとかスリッパとかいろんなインテリアを出したから、親父に頼んで仕入れといてもらったんだ。そうでもないんだって。今朝から店頭に置いてるんだけど、若い人に人気があるみたいなんだ。でさ、もういくつか売れたんだぜ。さすがゆかさんが目をつけたメーカーだけあるよ。まあいいや、ゆかさんに会ったら伝えておいてくれ。じゃあな。もう
棚田のこと怒ってるんじゃないの。さっきね、駅前でキスしてたカップルがいたのよ。それでいいなって思って見てたら、彼女の方が列車でどこかに行ったのね。そしたらそのすぐ後に他の女の子が現れたの。ねえ、その男どうしたと思う？今度はその女の子と仲良く腕を組んで歩いてったのよ。完璧な二股でしょ。もう絶対にああいう男は許せない。だってキスしてた女の子には俺にはお前しかいないって言ってたし、腕を組んだ女の子にはお前以外の女なんてカスだって言ってたもの。ああ、もうあんな最低な男がいるから不幸な女の子が増えるのよ。こんにちは。こんにちは。あ、というよりこんばんはかな。もう夕方だもんね。はい、これ今夜のおかず。さっきは電話ありがとう。嬉しかったよ。いいよ、気にしないで。気持ちの方が嬉しいもん。それじゃあ、私帰る。バイバイ。もうすぐご飯？よかった。すっごくお腹空いてるの。ほんと美味しそう。それじゃあ早速いただきます。ししとうって炒め物にすると美味しいのね。初めて食べた。ほんと香ばしくていいね。お酒にも合いそう。変なところで真面目なんだから。さて、ごちそうさまでした。今日はテレビ何やってるかな？うん、押し花の作り方っていうのをやってるの。そう、野の花を摘んで乾燥剤を使って脱水すれば5日間くらいで出来上がるんですって。色も綺麗に残るし、押し花を使ってトピアリやリースを作ることもできるの。トピアリっていうのは草花で作った、まあ小さなオブジェみたいなものね。木やハートやクマなんかの形に作ったりするとすごく可愛いの。リースはつるを丸くまとめて生花やドライフラワーや松ぼっくりなんかで飾ったやつ。クリスマスになるとよく目にするでしょ。小川のほとりに可愛くて小さな花がいっぱい咲いてたから明日少し摘んでこよった。乾燥剤は達也くんの店に売ってるよね。え、本当？それじゃあ明日早速エリックマートに行ってみよう。そうする。さて、それじゃあ私はもうそろそろ休むね。おやすみなさい。あれ、こんなところで顔洗ってる。おはよう。ねえ、どうしたの？悪い夢でも見たような顔してるよ。
私怖い夢の話知ってる。夢の中におばあさんが出てきて小指を探してるのよね。あら、知らないこの話。それでね、夢の中でその小指を探し出せないと1週間以内に死んじゃうんですって。そうよね、夢の中まで焦らなくちゃいけないなんて。それじゃあいただきます。あのね、後で台所借りてもいい？昨日ね、農家のおじさんからクコの実いっぱいもらったの。だからクコ塩を作ろうと思って。うん、クコの実を氷砂糖と一緒にホワイトリカーにつけて、それで暗くて涼しいところに1ヶ月くらい置いておくと美味しいクコ塩ができるんですって。今からつければ9月半ばには飲めるようになるでしょ。そうしたら友達へのお土産にもなると思って、昨日酒屋さんでリカーと氷砂糖も買ってきちゃったの。そのおじさんちね、クコ酒の他に梅やカリンやガマズミの実、それに拳やマタタビの酒もあったの。それでちょっとずつ味見させてもらったんだけど、どれも本当に美味しかったの。ねえ、お酒が出来上がったら半分あげるから、残りの半分はうちまで送ってね。直払いで OK だから。あ、そういえばお酒を入れておく瓶買ってくるの忘れちゃった。エリックマートに行けば売ってるよね。ごちそうさま。ところでさっき言ってた夢、どんな夢だか思い出した？なんだ残念。悪夢って人に話すと境目になるって言うじゃない。だから聞いてあげようと思ったのに。うん、そういう話聞いたことある。まあただのジンクスみたいなものだろうけどね。そう、じゃあ思い出したら教えてね。じゃ。ここで会うなんて奇遇ね。そうなの。それにここってカフェテリアもあるでしょ。ランチにはハーブを使った美味しい食事が取れるし、長居するのにちょうどよくって。うん、ここを知ってからは割とよく来るの。日替わりランチが600円なんだもん。今日はね、チキンのグリルだったの。昨日はローストポークのサンドイッチにハーブが添えられてたし。え？だって和食でハーブって聞いたことないもん。山椒や生姜をハーブって呼ぶなら別だけど。それじゃあお先に。今日は中華なのね。はい、じゃあいただきます。ねえ、大松酔い草って知ってる？今日川辺で見つけたの。黄色の綺麗な花、別名は月見草って言うんだって。図書館で調べたんだけど、太宰治が富士には月見草がよく似合うって書いたのはこの大松酔い草のことなんだって。明治時代に観賞用に輸入されたものが日本全土に広まって野生化したらしいんだけど、松酔い草なんていかにも日本的な名前がついてるのが不思議よね。よくぞ聞いてくれました。それも調べたの。あのね、この花は夕方近くになって花が開いて、
次の日の昼頃にしぼんじゃうの。それが別名月見草って言われるようになったゆえんなわけ。もうバッチリ。私東京に帰ったらお花屋さんでバイトしよっかな。レタスってさ、オイスターソースで炒めると美味しいのね。新発見だな。それにこの茶碗蒸しもめちゃうまだったね。それじゃあごちそうさま。後片付けはよろしく。このおにぎり自分で握ったの？ううん、そんなことない。可愛くできてるよ。で、中身は何が入ってるの？え？ああ、でもいいわ。おにぎりと一緒に食べればいいんだから。いいからいいから。さ、食べましょ。そういえば、この辺りの田んぼでね、ちっちゃな蝶々がいっぱい飛んでるのを見つけたの。え、どういうこと？私は平気。だって小さい頃よく蝶々を捕まえて遊んだもん。羽の模様がすごく綺麗だった。夏休みの研究課題だって言って蝶々の標本を作った子もいたの。でも東京で見ることができる蝶々はモンシロチョウとアオスジアゲハくらいだったけどね。虫取り網を持って公園中追いかけましたこともあったな。やんちゃっていうよりはちょっぴりわがままでわんぱくだったかな。それにお父さんにすごく甘やかされてたし。そういえば幼稚園の時にね、同じ年の男の子と喧嘩して空き缶投げつけたこともあったっけ。でもさすがにあの時は怒られたな。でもね、田んぼで見た蝶々は今までに見たことのない種類だったな。だから今日図書館へ行って調べようと思ってるんだ。さて、ごちそうさま。このおにぎりなかなか美味しかったよ。今度はたらこのおにぎりをリクエストしておこうかな。それじゃあ出かけてくる。すごい大声出すんだもん。恥ずかしいじゃない。まあいいけど、あのね、私今すっごく気分がいいの。さっきね、森の東側にある小さな教会でたまたま結婚式やってたの。ダイスシャワーを通ってブーケを投げる瞬間を見たんだけど、本当に幸せそうだったな。考えてないけど、そうね、どちらかといえばウェディングドレスかな。普通のじゃなくてミニスカートのウェディングもいいわね。それとも思いっきり A ラインにするとか。それとブーケは白バラがいいな。アイビーを散らして
思いっきりモダンにするの。それじゃあ私、行きたいところがあるから、またね。おい、いるか？なあ、お前、綾が辰子神社参りしてるって知ってっか？やっぱ知らねえよな。なんかさ、今日綾のおふくろさんがうちに来てよ。綾が朝から口を聞いてくれないって愚痴ってったんだよ。女ってわかんないことするよな。あんなことする前に好きなやつに好きって言っちまえばいいのによ。なあ、お前さ、綾の相手が誰か見当つくか？しょってやがる。んなわけねえだろ。まあまた情報仕入れたら連絡するから。お前な、幼なじみの恋人くらい応援してやるってのが男だろ。それじゃまたな。それ私にもちょうだい。おいしそう。私らっきょうのたまり漬けって大好きなの。うん、今日はらっきょうと何かしら。ねえ、早く食べましょうよ。いただきます。牧場で羊を見てたの。牧羊犬もいてね、お兄さんがフィーって口笛吹くとちゃんと羊を先導してくの。すごかったんだから。羊ってさ、遠くから見るとふかふかで可愛いのに、近寄ると目がお皿みたいでちょっと怖いのよね。あ、羊とヤギの鳴き方の違いって知ってる？羊はメーで、ヤギはベーなんですって。覚えちゃった。でも今日暑かったから汗ぐっしょりになっちゃった。でも楽しかったな。ごちそうさま。このらっきょう美味しかったね。全部食べちゃった。なんでかな。小さい頃おばあちゃんがよくつけてくれたからかな。瓶詰めを送ってくれてたの。お腹いっぱいになったらまったりした気分になってきちゃった。ソファーでお休みしてこよっと。ごめんなさい、起こしちゃった？うん、網戸が少し開いてたみたいで、蚊が一匹部屋にいたの。それを追っかけてたら、スタンド思いっきり倒して、おまけに転んじゃって。うん、蛍光灯は切れてないし、蚊はちゃんと潰したから平気。
顔叩いて手が気持ち悪いから洗ってから寝よっと。それじゃあおやすみなさい。おはよう。あ、今朝はなんだか眠いわ。実はそうなの、私かゆみに弱いから一匹いると他にもいるような気がして、それでなかなか寝つかれなかったんだ。ううん、私あれダメなの、喉が痛くなっちゃうから。さてと、それじゃいただきます。そういえば私ね、昨日いいもの見つけちゃったの。うん、小さな蓮池。薄ピンク色の蓮の花が満開で、すっごく綺麗だったの。正確には森の中ではないんだけどね、そこってレンコン農家なんですって。スーッと伸びた花隙間から幾重にも重なった花びらが覗いてて、ほんと夢のように綺麗だった。幻想的って言葉がぴったりだったな。仏教の世界で蓮の花が重要視されてるのもわかる気がする。なんとなく気高い感じがするのよね、蓮の花って。こんなことならカメラ持ってくればよかった。ああ、インスタントカメラ買ってくればいいのよね。今度はそうしよっと。どうしよっかな。今度ね。ごちそうさま。今朝はコーヒーが一段と美味しかったな。目が覚めたわ。さてと、それじゃあ着替えて出かけよっと。出られた。あれ、どうしたの？そんな驚いた顔して。うん、ちょっとね、キイチゴを探してたの。森を抜けたところに赤い三角屋根の可愛い別荘があるんだけどね、そこに今素敵なおばあさんが秘書に来てるの。この前森の中で会って少しだけお話ししたら、なんだか気が合っちゃって、それで今日は遊びに行ってきたの。うん、おばあさんが作ったキイチゴのジャムを食べさせてもらったんだけど、すっきりとした甘さですっごく美味しかったわ。お砂糖と煮るだけだって言うから、私にも作れるかと思って、それでキイチゴを探していたの。見つからなかった。この森にはないのかな。うん、おばあさんの孫さんが先週遊びに来てて、その子が摘んできてくれたんだって。だからどこにあるかわからないの。どうしたの？急に立ち止まって。ねえ、覚えてる？私と遊んだお寺の裏の公園のこと。
なんだ。うん、私小さい頃あの公園でよく遊んだの。私ひいおじいちゃんが苦手だったから、ひいおじいちゃん家に行った時はいつも公園に行ってたの。滑り台と鉄棒しかない小さな公園だったけど、あの公園大好きだった。うん、あのね、滑り台の横に藤棚があって、5月になるとすっごく綺麗な藤の花が咲いてたの。冬にはハボタンが植えられてたし、とにかくいつ行っても季節ごとに花が咲き乱れてたもの。きっとあの公園を整備してた人のセンスがいいんだと思うな。そうね、私将来はフランスに行ってガーデニングの勉強したいって本気で思ってるの。テーブルフラワーのアレンジやインテリアのコーディネートもしてみたいし。思い出した。そういえば私、達也くんおすすめのインテリアグッズまだ見に行ってないんだった。これから寄ってみよっと。それじゃあね。うん、思い立ったら吉日って言うでしょ。ただいま。はあ、涼しい。あ、今日はロールキャベツなんだ。それじゃあ早速いただきます。あ、そういえば今日ね、駅前であやちゃんに会ったんだけど。こんにちはって声かけたのに無視されちゃった。私、あやちゃんに嫌われちゃったのかな。辰子神社？そう。そうね、きっとそうよね。ほっとしちゃった。スープ感覚で食べられるロールキャベツっていいね。あー、やっぱり私もお料理くらいできるようにならなきゃダメかな。そうよね。猶予3年くらいもらわないと無理かも。はーい、ごちそうさま。
おい、親父がゆかさんに会ったって言ってたけど本当か？ああ、最近仕入れで忙しくて親父に全然会ってなかったんだよ。親父のやつ失礼なことしなかったよな。そうか。いや、今日たまたま昼飯を家族揃って食べたんだけど、その時にあんなに綺麗なお嬢さんなら一度夕食に誘わなければとかなんとかほざいてたからさ。それ本当？ゆかさん。ねえ、達也くんのお父様って本当にかっこいいわよね。憧れちゃうわ。そんなことないですよ。頭なんてもう白髪も混じってるし。私達也くんのお父様だったら一緒に食事してみたい。本当に誘ってくれないかな。ねえ、お願いしといて。絶対ダメです。え、どうして？どうしてもこうしてもダメです。そう。なんでもない。俺帰る。違うわ、トカゲが天井にへばりついてたの。だって本当だもん。トカゲの手がね、こう吸盤みたいになってて。え、ヤモリ。でも、本当に？本当に大丈夫？本当？わかった。じゃあ気にしないようにする。おやすみなさい。誰が亭主関白なの？今時亭主関白なんて流行らないもん。よかったね。それじゃあいただきます。なかなか美味しかった。このスクランブルエッグ、最初の頃は固めだったけど最近味も焼き加減も良くなったみたい。卵料理はオムレツに始まってオムレツに終わるっていうから、今度はオムレツに挑戦してみたらいいんじゃない？楽しみにしてるね。それじゃあごちそうさま。
私出かけるね。何がダメなの？ねえ、そんなことより聞いて。さっき達也くんのお父様と偶然会ってグリーンガーデンのランチに誘われちゃったの。ねえ、何を着ていけばいいと思う？そう？大丈夫かしら？ありがとう。お世辞でも嬉しい。それじゃあ行ってくるね。ただいま。え？うん、そりゃもう。ねえ、それよりも見て見て。違うわよ、草木染めの教室で作った作品なの。どう？なかなか綺麗でしょ？前にも説明したでしょ。これは姫路園で染めたの。失礼ね、とっても可愛い花じゃない。姫路園の葉っぱや花や茎を細かく刻んで鍋でグツグツ煮出した汁で染めるとこんなに綺麗な黄色になるから不思議よね。もうあんまり貧乏貧乏って言わないで、せっかく染めたんだから。それじゃあ私部屋にいるね。おい、いるか？ゆかさんは？ちょっと表出ろ。いいから出ろって。お前、今日あや見なかったか？そうか、実はさっきあやのおふくろさんが来て朝からあやがいないって言うんだよ。うん、であちこち探してんだけどどこにもいないからお前の家にいるんじゃないかと思って。え？あ、そうか。よし、早速見てくる。お前は家にいてくれ。なんか連絡があるかもしれないから。よう、俺だ。さっきは突然押しかけてすまなかったな。あやのやつ、お前の言った通り辰子神社にいたよ。しかも話を聞いたら神社の巫女さんと一緒に昼寝してたって言うんだぜ。信じらんねえよ。ああ、なんでも朝方辰子神社に行く途中で道に迷ってるおじいさんを見かけて案内してやったんだと。そん時さすがのあやも困って喋っちゃったらしいんだよね。まったく世話の焼けるやつだよな。二日間口聞かなかったのに、そんなことで願掛けを不意にしたもんだから、うちに戻るのが恥ずかしかったんだとさ。まあ、そんなわけだから、一応報告しとくよ。じゃあな。
こんにちは。あ、よかった、いてくれて。はい、これ今日のお夕飯のおかずが入ってるからね。うん、うちに帰ってきてるんだけど、疲れたって眠ってるのよ。本当にもう、辰子神社参りなんてバカみたいなことするから、ごめんなさいね、迷惑かけちゃって。相手は誰って聞いても教えてくれないし、難しい年頃になってきたわね。あなたは何か知ってる？アヤの好きな相手のこと。そう、あの子かしら。先月まで何度もかかってきた、同じクラスの佐藤君とかいう子。そう。あら、まあ、こんなところで立ち話してる場合じゃなかったんだわ。ごめんなさい、パンの仕込みが大変なの。それじゃ、またね。お腹すいちゃった。もうご飯できた？ああ、おいしそう。いただきます。うん、今日の夕方ちょっとだけ雨が降ったでしょ。あの後、雨上がりの道をのんびり歩いてたらね、牧草地の向こうに虹が二重にかかって見えたの。すっごく綺麗で、その虹を見ているうちに小さい頃見た映画の主題歌を思い出して一人で歌っちゃった。そうしたらね、農家のおじさんに不思議そうな顔されちゃったけど、すごく幸せだった。なんだか久しぶりに心の底から綺麗だって感じることができて、虹の架け橋の向こうにはきっと本当に幸せの国があるのね。虹を見ると幸せな気持ちになれるのは、架け橋に乗って幸せの国に充満している優しい気持ちが流れてくるからじゃないかな。あ、ごめんなさいね、一人でファンタジーな世界に浸っちゃって。ごちそうさま。ねえ、ところで大丈夫？今日はずいぶんぼーっとしてたみたいだけど。そう。男の人ってよくそう言うわよね。さーて、部屋に戻ってゆっくりしようっと。後片付けはお願いね。また来やがったあの女。しかも親まで一緒に連れてきやがって。夕ご飯をご一緒にいかがですかなんて言うんだね。冗談じゃねえよ。そうだよ、閉店が9時だから、その後レジ閉めて帰ってくるのはいつも夜の11時頃なんだよ。しかし親なんてわざわざ連れてくるか普通。いや、飯食った後だったからさ、お前んちで宿題を一緒にやる約束があるって言って、あとは弟に任せて逃げてきた。ひどい目に遭ってんだこっちだよ。ったく、やんなるぜ。あ、だからそんなわけで今夜泊めてくれ。いいだろ、一日くらい。昔よく一緒に寝たじゃねえか。
むよ。俺を助けると思って。はあ、それでこそ親友ってもんだ。サンキュー、恩に着るぜ。大丈夫だって。ゆかさんの部屋覗いたり、エヴァ画面みたいなことしねえから。じゃ、おやすみ。